アパベック 3G は、人のアパベック 3G 遺伝子によって行動される酵素であり、アパベックファミリータンパクの一種である。アパベックファミリータンパクは、自然免疫において、重要な役割を果たすことが示唆されている。アパベック 3G は、七人でアミナーゼの一種であり、一本腐り、DNA に作用して七人をウリジンに変換する、反応を触媒する。アパベック、 3G のシーマッタンドメインが触媒活性を付与しているが、これは NMR 及び結晶構造が気質特異性や触媒活性を示していることからもわかる。アパベック 3G はウイルス複製を阻害することにより、レトロウイルスに対して自然免疫活性を示す。しかし、HIV などの連中ウイルスは、この影響を打ち消すためにウイルス感染因子タンパク質を進化させた。 ビフはアパベック 3G と相互作用し、プロテアソームを介したアパベック 3G の指基地負化と分解を引き起こす。一方、ホーミーウイルスはアクセサリータンパク質のベッドを産生するが、それはアパベック 3G の細胞質溶解性を阻害する性質を持つ。ベッドとビフは異なる分子基準であるが、アパベック 3G を抑制するという点は同じである。 そのため、フォーミーウイルスのベッド遺伝子をビフ遺伝子に置き換えたウイルスを作成すると、ベッドの代わりにビフが働いてアパベック酸を抑制し、組み換えウイルスは感染複製能を維持する。アパベック 3G は2002年にジャーミューズラによって初めて発見され、22番染色体上のタンパク質アパベック酸 a g のファミリーの仲間であることが分かった。 その後ウイルスアクセサリータンパク質ビフを書く HIV-1 の複製を制限することができる細胞因子であると分かった。そしてその後すぐにアッパベック 3G は七人でアミナーゼのアッパベック1との相同性が認められたため同じアッパベックファミリータンパクの仲間であることが明らかとなった。アッパベック 3G は対象構造を持っており 二つの相当な触媒領域、すなわち N 末端領域と C 末端領域がある。CD1、CD2 のそれぞれにア鉛イオンが含まれている。また、各領域は、七人でアミナーゼの典型的なヒズ、サイズ X グルー2328プロ、サイズ X にサイズモチーフを有している。しかし、典型的な七人でアミナーゼとは異なり、 アッパベック 3G は触媒内の2つのベータシートの間に固有のアルファヘリックスを有している。このアルファヘリックスが歩行素結合部位となりうる。CD2 は触媒的としてアクティブであり、脱アミの化と基質結合部位の構造的特異性に不可欠である。CD1 は触媒として非アクティブであるが DNA および RNA への結合にとって非常に重要であり、 アパベック 3G 脱網の化の模酸の処理能力の原動力である。また、CD には CD1 が存在しないと、デアミナーゼ活性を持たない。生体内のアパベック 3G は、単量体、二量体、三量体、四量体、および工事のオリゴマーで構成されている。アパベック 3G は二量体として機能すると考えられているが、実際には、 単量体とオリゴマーの混合物として機能する可能性がある。アパベック 3G の128番目のアミノ酸残機は D であり CD1 に含まれる。これが K に変異したアパベック 3G がビフによる変成を免れることが分かっており、両者の相互作用において特に重要であるらしい。さらにアパベック 3G のアミノ酸残機128は 負に帯電したモチーフを形成する。そのモチーフは、ビフとの相互作用及びアパベック 3G ビフ、複合体の形成に重要である。また、残期124から127は、アパベック 3G の HIV-1 粒子内への取り込み、及びその結果として生じるコーレトロイルス活性に、とって重要である。 アパベック 3G は広く研究されており、HIV-1 複製に悪影響を及ぼす、いくつかのメカニズムが同定されている。アパベック 3G 及び同じファミリーの他のタンパク質は、活性化誘導でアミナーゼとして機能できる。アパベック 3G が逆転者を阻害する基準は、HIVDNA への無数のデオキシシチジンから、デオキシュリジンへの変異誘導によるのであるが、 この反応は主に相補的 DNA の形で発現される HIVDNA のマイナス差に対して産後方向に起こる。アパベック 3G はアパベックスーパーファミリーに属しており、エイドとして機能するため、七人脱アミノ化のためにアパベック 3G によって媒介されるメカニズムは大腸菌の七人レアミナーゼのメカニズムと類似シュール。大腸菌の七人レアミナーゼは ヌクレオチドと亜鉛結合領域周辺でアッパベック1や A 度と高い相動性を持つことが知られている。現在予測されている脱アミノ化反応の基準は亜鉛肺酵素による七人ピリミジン肝の4位への直接嗅覚的な攻撃によって引き起こされるものである。水は水素原子とヒドロキシルキドナーの両方の供給源として必要である。4位での脱アミノ化により カルボニルモが生成され、七人からウリ人への変化が起こる。脱アミノ化活性は、最終的にプロウイルス d n a のホットスポットで GA の長変異をもたらす。このような長変異は、最終的にウイルスの遺伝行動及び複製能力を破壊し、結果として多くの不活化ウイルスをもたらす。アパベック 3G は、その活性部位が変異して、 もはやレトロウイルス DNA を変異誘導できなくなった場合には、抗ウイルス効果は激減する。アパベック 3G が介在する脱アーミノ化は、変異した残機に引き付けられた DNA 修復系によって、間接的にウイルス DNA の分解にもつながると、もともとは考えられていた。しかし、人、アパベック 3G は、DNA 修復酵素、暗およびスマグ1とは、 独立して、ウイルスの CDNA レベルを低下させるため、この考えは誤りであるとみなされるようになった。アパベック 3G は、DNA 脱アーミノ化とは、無関係に、HIV-1 の逆転者を阻害する。トゥルナサンリスは通常、HIV-1 のプライマーに結合して、逆転者を開始する。アパベック 3G は、トゥルナサンリスのプライミングを阻害し、 それによって、ウイルスのストな酸性及びウイルス感染を妨げることができる。逆転者は、アパベック 3G がウイルス RNA に結合し、立体変化を引き起こすことによっても悪影響を受けると予測されている。アパベック 3G は、機能的な触媒領域とデアミナーゼ活性に依存する形で、ウイルス DNA の宿主ゲノムへの組み込みの干渉と関連していた。 ウンビサラはアッパベック 3G が DNA マイナスサからのプライマーとるなの処理と除去を妨害し、その結果として異常なウイルスのサンルトドナ末端につながることを発見した。これらのウイルス DNA 末端は統合やプラスサ DNA 転移をするのには非効率的な機質である。その結果、HIV-1 プロウイルスの形成が阻害される。 アパベック 3G メッセンジャー RNA が発現している細胞はノンパーミッシブであり HIV-1 はビフの機能なしには正常に感染複製できない。アパベック 3G を発現する非感染許容性細胞としては生理的環境下における初代 CD4 陽性 T 細胞とマクルファージが挙げられる。アパベック 3G の HIV-1 粒子内取り込みは アパベック 3G の拡散と抗ウイルス作用の発揮のために関与である。アパベック 3G のウイルス粒子内取り込み基準としては1、アパベック 3G の一食意的パッケージング2、アパベック 3G と宿主 RNA との相互作用3、アパベック 3G とウイルス RNA との相互作用4、アパベック 3GHIV-1 ギャグタンパクトの 相互作用などが考えられるが、実験的に強く支持されるのは、後者二つである。ウイルス粒子へのアパベック 3G 取り込み量は、ウイルス酸性細胞内でのアパベック 3G 発現レベルに依存する。ある末小血単核球を用いた研究においては、微不非存在下におけるアパベック 3G 取り込み量は、ウイルス粒子あたり平均7分子であり、それは、 HIV 複製を阻止しうる量であった。アパベック 3G の役割は、外因性レトロウイルスの複製阻害にとどまらず、人内在性レトロウイルスにも作用しうることが、内在性レトロウイルスの DNA 配列に残る、超変異の形跡からわかる。アパベック 3G は、非感染許容性細胞における、HIV-1 複製と感染性の重要な阻害因子であるが、ビフが、 アパベック 3G の抗ウイルス機能を阻害し、アパベック 3G が発現している細胞においても、感染性 HIV-1 粒子の形成を可能にしている。ビフは他のあらゆる HIV-1 パクから独立して機能し、単独でアパベック 3G の HIV-1 粒子内取り込みを防いでいる。アパベック 3G は一般に、 HIV-1 に対する抗ウイルス因子として研究されてきているが、一部の最近の研究は、アパベック 3G が誘導する変異が、HIV-1 の感染電波の成立を助けている可能性を見出している。まず、アパベック 3G の標的 DNA 領域において、脱アミノ化される塩基数は1塩基から多数塩基まで様々であるが、 アパベック 3G に暴露される時間に依存する可能性がある。さらに、細胞内、アパベック 3G 濃度とウイルス超変異の程度との相関が報告されている。アパベック 3G により変異導入された HIV-1 プロウイルスの中には、ホットスポットを受ける変異数が少ないために感染性を失わずに生き残るものもあり、また、アパベック 3G により致命的変異を受けた。 プロウイルスと感染性のプロウイルスとの間の組み換えが生じることにより生き残るものもある。そのようなウイルス不活化に至らない程度の変異は逆に HIV-1 全体の遺伝的多様性に貢献することになるためアッパベック 3EG が実は HIV-1 の環境適応と感染電波を促進している可能性が示されている。ありがとうございます。